はい、では続きまして、2人の速攻の練習について紹介をさせていただきます。えー、とハンドボールでは、えー、と数的優位、数的不利、いろいろありますがもう常に数的優位があるものとしてこの2人の速攻を作っていきたいと思います。オフェンスプレーヤーが2、出てきて、2出てきて、はい、2名です。はい、ディフェンスが1というこの数的優位な状況をどう打開していくかということをやっていきます。で、えっ、ー、と、動きをこの後やってもらいますが、ボールを持って、 パスをしていきますけどこのときですが、見方を見てこうやって走るのではなく、常に前、ですねゴールを見た状態で、スタート前を見た状態でこうやってスタートしてもらいます、で、ここまで来ました、でそのときに自分が行こうとしたときに、ディフェンスプレーヤーが動いたのであれば離す。ですよ、ね、1は1ですすねねは これをできるようにしてもらいます。逆に、えー、と自分に反応しなかったっていうのであればこれはシュートですねっていうところを、えー、ポイントとしてやっています正しい判断ができて正しくシュートが打てているかどうかっていうものをこれからトレーニングをしながら紹介をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします、はい、ではやっていきましょうはいではお願いしますはい OK です はいスタートしましょうはいこれ正しくできてますはいストップ止まってはい戻ってはい今ですがボール持ってはいこの子がボールを持った時にディフェンス反応しましたなんですけどこのプレイヤーは自分がドリブルをついて外に行きましたもう最初から数的優位はできていますので 反応した瞬間にパスですね。でこの今トレーニングなんですけどドリブルつきましたが、えー、とドリブルをつかずに動いたパスっていうことが選択できるといいかなと思います。